はですねどうもですね曖昧で大丈夫なんだ大丈夫なんだというばかりでねじゃあその先どうなるのどういう社会を目指したいのというところがね見えてこないわけですよじゃあ例えば LGBT の問題というならばですね、例えば同性婚の問題はどうだと。同性婚の問題だって、同性で結婚したいというふうに言ってるのに、それをね、政府が認めないのは差別だと。で、実際にこれ、朝日新聞とかもう、同性婚まで見据えてですね、やれということを主張してますよあの。自分たちの社説の中でね。そういう社会に本当にしたいのかと。でね、私がこれ良くないと思うのは、本当にそういう社会にしたいっていうね、国民がですよ、現在の国民の90%以上がですね、同性婚 あった方がいいんだと。そうなった上でね、こういうのをまず第一歩として LGTV 増進法を作りましたと言うんならね、わからなくもないけど、だけど、要するに国民はね、そこまでね、全然この法律が通った後ね、後の社会像が見えてないわけですよ。どんな社会になるのかなというの。 この理解増進法もなんでもっと国民がですね、この問題を必要だというふうにね、声が上がってもない状態の中で、こんなものをですね、今作る必要があるんだということを申し上げてるんです。この法律の理念とする目指すべき社会というものがですね、本当に我々日本国民が望んでいる社会像と 一致してるのかどうかっていうことなんですよ。だから、稲田さんもね、なんでね、自民党のね、人たちがここまでこの法案をね、通すことをね、熱心なのか。憲法改正よりね、こちらをね、おもんずるっていうことはね、私にはね、理解できないんですよ。私は、あの、困っている人たちを救うのは政治の重要な役割だと思いますよ。だから、LGBT の問題について取り組むっていうこともあっていいですよ。だけど、そのせいでですね、逆に社会に混乱がもたらすようなことになったら、もう元も子もないでしょ、ということをね、私は強く よく訴えたいというふうに思います